こんにちは。政党の役割についてです。やっていきましょう。まずは政党の働きについてです。政治によって実現しようとする内容について、同じ考えを持つ人々が作る団体のことを政党と言います。選挙や議会では重要な役割を果たすんです。政党は国民の様々な意見を集めて、国や地方公共団体の政治に生かす働きもしているんです。それと同時に、政策や政治の動きを国民に知らせる働きもしています。議員や大臣、市区町村や都道府県の首長など、将来のリーダーになれる人材を社会の中から探し出し、育てることも政党の役割の一つなんです。続いて、政党政治についてです。国の政治では、議会の議員の多くが政党に所属しています。そして、いくつかの政党が議席を争う政党政治が行われているんです。国によって2つの政党が議席のほとんどを占める二党制や、3つ以上の主要な政党がある多党制などが見られるんです。これはそれぞれの国の政党における特徴を図で表したものです。見ていただけたらわかるように、例えば中国のように一つの党しかない一党制がある国もあれば、イギリスやアメリカのように2つの主要な党が争っている二党制、二大政党制が取られている国もあります。また、日本やドイツのようにたくさんの政党があり、それぞれが主張をしている多党制の国もあるんです。しっかりとこれを見て、イメージを沸かしておいてください。政党は選挙でできるだけ多くの議席を得ようとします。そうした方が自分たちの理想がより政治に反映されやすくなるからですね。首相がいる国の多くは、議会の選挙で最も多くの議席を得た政党の党首が首相になり、内閣を作ります。内閣を作って政権を担当する政党を与党、それ以外の政党を野党と言います。また、いくつかの政党で内閣を作る連立政権を作る場合もあるんです。続いて、日本の政党政治についてです。日本では1955年に自由民主党、自民党と知られていますが、自民党が結成されてから長い間単独で政権を担当してきました。55年体制という言葉を歴史でやったと思います。しかし、1990年代以降は様々な政党が結成されたり解散したりしながら、いろいろな形の連立政権が作られているんです。2009年には民主党が最も多くの議席を得て、政権交代が行われました。しかし、その後、2012年の総選挙では、多くの議席を得た自民党と公明党が再び与党となる連立政権ができました。現在の野党には、立憲民主党のほか、国民民主党、日本共産党、日本維新の会などがあります。また、現代社会では政党はたくさん作られたり解散したり、名前を変えたりして、状況に合わせて政党が存在しておりますので、この教科書に書かれているところがもしかしたらないことも考えられます。そのように、その自分たちの理想を果たすために、いろいろと形態を変えながら考えを基盤としている政党が様々存在しているということを知っておいてください。総選挙の時、多くの政党は、政治で実現したい理念や、政権を担当した時に実施する予定の政策などを記した、政権公約を発表します。それぞれの党の公約を比べることで、人々は選挙でどの政党に投票し、どのような政策を実施させたいかを選びやすくなっているんです。今回はここまでです。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。モモモット社会チャンネル。